昔はカメラ言うて高いもんでね、バレバレ持ってなかったらね、今頃みんな写して、カメラぐらいじゃないもんな、うん、とんでもないもん、なんでも持ってるみんなね。やりたいことがいっぱいあります。和江さんは畑へ行かないそうです。黒い猫が来てましたね。しに来てたんでしょう。わからん。昨日買ってきたバスボンドのテストとメネデールを、父親の庭から持ち帰った桜の木の芽出しのためのメネデールを試します。あとはやらないかんこと何か。子供たちにあげる、あれを